ヘシェンへ、シェン、テンシャ、ヘソン、は、建立15年5月28日、家京4年1月18日、は、中国政庁の政治家、自は、松室仁、建立帝の母方である、満州聖後期の二尾古市出身、中国史上最大の富豪で、建立帝、家京三角の二帝に仕えたが、小一品文化伝大学士、軍機大臣として、戦王の限りを尽くした。 県立大乗皇帝が死ぬと申請を行おうとする家境帝によって玉殺しとなった。北京の共信皇帝、かつてのへしんの邸宅であり、税を尽くした内装が観光地になっている。満州人の基人の家に生まれるが、家は貧しかった。しかし、県立帝の外籍に当たるため、宮廷で、県立帝の古紙の担ぎ手として使えたのを見出され、長身として出世し、 小一品内閣大学士、軍機大臣まで上り詰める。権竜帝は、晩年の権竜60年、在位60年を節目に、下京三角に行為を譲ったが、実権は、大乗皇帝として保持する一方で、ヘシエンに政治権限を委ねた。そのため、下京三角といえども、政治の決定は、ヘシエンを通じて、権竜上皇に可否を仰がねばならなかった。ヘシエンはこの地位を利用して、 戦王の限りを尽くし、収賄によって、巨万の富を得た、観察予診による弾劾が行われたが、ヘシェンはその度に、これを解任して保身に努めた。ヘシェンの厳しい取り立てに反旗を翻して住民が、放棄した、白蓮京都の乱などが各地で起こった。ヘシェンは、兄弟のヘリエンを反乱の鎮圧に向かわせたが、腐敗して、士気の上がらない、新朝正規軍の八旗。 緑栄ではもはや反乱を鎮圧することができず、共有と呼ばれる、義勇兵と断念と呼ばれる自衛武装集団によって鎮圧した。家京4年に1月3日に、権竜上皇が崩御すると、家京三角は申請を行い、その際に同年1月11日、士編を罪20過剰を出し弾劾した。軍心は、領地刑を求めたが、権竜帝の墓中であったため罪一等を減税られて、 ヘシェンには、自人が命ぜられた。ヘシェンの子、フェンシェインデには、佳境三角の異母妹カタリン、カズタカ公主が降下していたために、俗滅は免れた。同年1月18日に、聖書を監獄で伝えられたヘシェンは、高騰して、感謝の気持ちを表した後に首をくくって自殺した。その財産は没収された。財産は、黄金150万両を含む、 国家予算15年分に上った当時の世界情勢から見てヘシエンは世界一の富豪であったと考えられる。ありがとうございます。